はい、OK です。野生では水牛やキリン、シマウマなどの大きな動物だけでなく、ウサギやネズミなどの小さな動物も捕まえて食べます。狩りは夜によく行われます。涼しくて動きやすく、また獲物から姿が見つかりにくくなるからです。放浪生活を送ります。一方、メスはほとんどが群れに残り、一生を過ごします。群れの子供は肉巻き。